ショールームしてるの？いや、今した。びっくりした。ちょっと待って。こんにちは。ショールームいつしてるか分かんない、みんな。ね、ショールームしてたの気づかなかった。だから今したんだって今したんだってこんにちは。こんにちは。なんだろう、バリナちゃん楽しそう。バリナちゃん今日も楽しそう。おつたる。バリナ楽しそう。バリナちゃんめっちゃ楽しそう。バリナちゃんめっちゃ楽しそう。おりる。どこだる？え？アカリンいるの？ありがとう。アカリンがコメントして、アカリン。顔隠してんの？この顔して真似して。なんなのこのカオスな状態いや、ふくちゃんじゃないよ、あゆみだよ。あゆみ来たら？いつか来るね謎なんだけど。あれじゃ弱いって。使うと思ったら。こんにちは。あゆみ、いや、なんかでもどっか行っちゃった。伸びたな。仕事から来て、ありがとう。あ、握手会場からです。初めての社務会終わりました。だいぶ前におつたる、ありがとうございます。握手会場横浜から。握手会場ロッツヤツの、あ、りのちゃんありがとう。今日もかわいいやん。ピンちゃんありがとう。初締め楽しかったね。今日も初締めで緊張しました。いいだい。久しぶりで締めこつとる、おつとるです。初社目会終わったよ。マオさんありがとう。社目、初社目だと、初社目でしたよん。ポニーテールだったんだけど取っちゃったよ。なんかね、髪の毛が増えたから結んでました。パシフィコ横浜な、え、なんで今誰行くの？何もしなくてもボサボサだ。そう、初社名会だったんですよ。なんで手噛んでないよ。噛んでたじゃん。エアよ、エア。噛まれたよ。かわいそうだね、アリちゃん。噛んでないって。首絞めてきたもん。首絞めてきたんだってやば。タコが甘いさんだ、ありがとう。かわ
ぬこさん。もう卒業までして嬉しい。喧嘩いつもしてるね、本当に。喧嘩なのかな、じゃれ合ってる。はるちゃんまた騒いでるのか、ふふふ。どんなポーズが多かった、なんか奪ったるんポーズしました、奪ったるん。かわいいね。はるちゃんの声がそう近くにいます。今日は花柄の服だったんだ、これでポニーテールしてました。もう終わったので楽な格好にしてますけどね。今日の私服のテーマはエロセクシー、エロ清楚で、エロ清楚、エロ清楚で。ビンさん、お5月号始めました、嬉しい、やったぜやったぜやったぜ。エロセンスです、ちょっとセクシーセンス、おぞのな感じ、やっぱりセクシーキャラだった。新しいことは生み出しちまった。ポニーテール見たかったな、取っちゃった。こんにちたる。はじめはピンとこない、ちょっとね、あ、ちょっとありがとう、ついにやってしまったね。さっき子供じゃない、さっき子供じゃないだって。ガスさん、はじめまして。あー、猫猫さん、子供元気だね、なんかちょすごい変な遊びしてるよ。めっちゃ面白い。昨日ツアー行って、お後ろで、あ、知ってるよ、ありがとう、後ろまで見えるくらい言って、言ってないじゃん。シャメ会、でも初サメ会はもうちょい頑張る、なんだろう、ちょっとかそってました。かそりすぎたてやばかったので、ぜひ皆さんよかったら来てくださいね。もう終わっちゃったけど、おしましとかで来週もあるので、今日もありがとう、トモさんありがとう。ソロ、すまん、助けに行けなくて、助けて、みんな助けて、みんな助けて、許しまでやってくれたら、それな。イヤリングキャワー、瀬戸内巡り見たいに同日変えたらいいと、いつも思うよ。あ、なるほど。
5月13日は本県とお邪魔し、おありがとうございます。ねえ、瀬戸内でね、瀬戸内巡りとかはいろいろあったけど、6月の大阪は分かった、カホタル将来見に来るけど悪事か行ったことないな、ふへふへ、来て6助けてありがとう、バッタールンポーズするの忘れた、いいじゃん、森ポーズしたっけ、瀬戸内めぐり終わって寂しい、確かにな、瀬戸内めぐり運転しながら走るって気をつけてね、5月はでもどれくらいあるんだろう、スカンヌシングルでもまだだって夏ぐらいなのかな、どれぐらいになるんだろうね、セカンド、みんなはどう思う、グリーンティーさんこんばんは、名古屋ドームなら会場行きたい、来てほしいです、高川行くけど、おすすめのうどん、おすすめのうどん屋さんね、なんかね隠れたところがいろいろあるんだよね、隠れたうどん屋さん、なんかこんなとこにないだろうみたいなうどん屋さんは結構味が美味しかったりしますね、総選挙後ぐらいかなって思う、総選挙後に発表な、全然知らないんだけどね、セカンドは何に合わせてくると思う、セカンドは夏曲、いや知らない知らない、もう出るかもしれかんないし、ね、有名な店じゃなくても美味しい、それな、でもなんかカホ、もう香川のうどんなら任せてって言えるようになったぐらいうどん香川で食べたかも、出身メンバーには負けるけど、もう結構食べた、ありがとう、いや例えば、ちょっと待ってね、まだあれかもしれない、まだそうだね、まだ言えないわまだ言えないやつとか、あとは神社の中のうどんとか、これはね虹色セットリップでねの、虹色セットリップで一回行ったのが神社の中での隠れたうどん屋さん、結構うどん屋行ったんだよな、あとはねこんぴらさんのね中のねうどんも美味しかったし、言わんのかーいってちょっとまだ放送されてないから言えない、ピーです、虹色セットリップっていうのはニュース番組の中にある一枠のコーナーなんですけど、虹色セトリップ、あとね、あーでもかあれなんかね、あそこも美味しかったんだよな、虹色セトリップで食べた肉まんコロッケみたいな、通称肉まんコロッケだったかなの近くにあるうどん屋さんがめっちゃ美味しくて、うどんの店名もう覚えとけばよかった、でも福ちゃんが言ってることが分かるよね、私の体は麺でできているっていうのが分かる、だってまださ1年だけどさ、もう絶対麺でできてるだろうぐらいさ、香川に来るとうどん食べるから、福ちゃんが言ってることは超分かる、あのお店の写真がないんで、あのうどんの写真だけはあってもお店の名前の写真載せれないから多分撮ってないんだよね、使おう使
かつか。もっと前にいろいろ聞けばよかった。こんばんは、こんばんは、明日公演見、え、ありがとうございます。か、肉ぶっかけうどんしか食べないな。でもいろんなお店行っても店に入る前に写メだね。そうだね。いや、ほんまうどんの写真しか載せれないからさ、お店の写真載せれないから、うどんの写真はいっぱいあるけど、それがどこで食べたかっていうね。しまったしまった、島倉千代子鎌倉。あ、いいね、ティガさん。あ、勝利さんだ。え、好き嫌いないよ。好き嫌い唯一食べれないのはチーズと牛乳。森かほだって、何、ありがとう、初見です。ともで、あ、STU の歌姫といえば、さっき魚釣りと美味しい食べ物が好きです。岡山県出身16歳、菅原咲です。おいピースじゃねえよ。偽物が来ました。初見ですとか言ってるし、ピースじゃねえよ。いや、ピザは食べ、ピザって好きだよ。誰もありがとうございます。人生は歌って、さっき人生はうまっあゆみが歌ってくれた。人生は紙飛行機、願い乗せた飛んでゆくよ、手の中を力の限りただ包むだけ。その距離を珍しく上手、言うそうやん、信じます母ちゃん元気になって、元気だよ。写メ会は少しお話できる感じ。あー、できるね、写メ会。なんか外ハネがすごいですね。ああ、そう、それな、てか外ハネヘアだよ。母ちゃん落ちたる。カフェタルまだ、そう、眠い、眠い、眠くないよ。頑張ってね、お仕事頑張ってね。人生はラリーマルさん、こんにちは。今日の服装の下はね、もう着替えちゃった、ロングスカートだったんだ。履いてないことはないよ、履いてます、ちゃんと。ただ着替えただけ。ミクさん、こんにちは。ハルルの声が聞こえる、思った。ジャージ違う、短パン。終わったらまた、またすぐ移動なのかな。ね、あら残念。靴厚底、そう、靴厚底です。あ、ズンヤさんだ。カウタル使って、あ、ありがとう。
この間ドラムちゃんが何事もないよ、ミュージアムで活動していて驚いた。そうなんだね。そういえば香川でなんか妹のチャレンジやるとか言ってたけど、あれいつなんだろう。暴れてた奥さん、ひろみさん。ひろみさん。たよちゃん、緑のジャージ、うなぎなんやない逆にね。あ、3日なんだ。なぜ365日の紙飛行機。え、なんか人生について話してたから。ひなちゃんの腹話術とかなら5月3日。あ、そうなんだね。いやー、あーつーかー。当時はラッキーパン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 パート2、ナノパート2や、ナノパート2。早っ、もうどっか行っちゃった。あずさ行っちゃったよ。3日やったら行くよ。お、やったじゃん。ウェイ。パルちゃん、昨日パルトと一緒にいたんだよ。いい、どうすこい。いやだ、苦しい。うそーっ。母ちゃんに触らないで。なんで私の母ちゃん。苦しい。変われ。はあ。うちの席あそこやん。ゴールデンウィークは忙しいね。ゴールデンウィークは忙しいね。ツアーに、社内会に。そやな。あ。どう。ひょっこり。お疲れ様です。お疲れ様です。待って、行きたいかも。え、うちここ任せる。じゃ持ってく。あーね、友達やもん。9連休ですわって。いいよね、9連休。みんなは9連休何するの？何これ？拳、私の。友達？うん、友達って。拳と拳をぶつけて。見渡し合う、合わせて幸せ。合わせて幸せ。ナム。誰か。やだ。なんで？幸せを共有してるらしい。幸せ。あ、せーの、皆さん、シワとシワを合わせて。今宵もまた夢で会いましょう。人生はこの子たちが暇してるわ。暇を持て余した神々の遊び。なんか似てない2人とも。なんか遠目で見たら似てない。髪型一緒だからね。まあね、うん、そうだよ。その違いよ。ガーリかガーリじゃないかって。確かに。パルトの方がガーリって意外よね。あ、なんで。確かにな。なんで。それはそう。なんで。それは普通やって。そうね、だいたいね。そうね、だいたいね。5時38分。あとは藤原は、うん、次は次何時？9時半。え、何が次？あ、そう6時半よね、藤原はね。うちキャリーバッグになって買ったやつ。藤原さんの歯ブラシ何キロって来てるよ。それな。で何キロだったの？ゆうたん、ありがとう。
ちゃいましたね。人生は今何分配信してる？そろそろ終わろうかな。ちょびっと配信しに来たよ。夜もまた配信します。できたらできるだろうけど。10歳ずんやさん、12位ところてんさん、11位トゥルスさん、10位トゥントゥンチョッパーさん、9位ゼムテラさん、8位マイさん、7位シンタくん、6位マサさん、5位徳丸さん、4位マイさん、3位マイさん、なんかマイさんいっぱいいる。2位ロベルトさん、1位ウレタルさん、香川に。SUFファンになりたての頃、カードルと空間の区別。空間本当に、そう初めて言われた。それは初めて言われたんご。じゃあ終わりたいと思います。まあみんな同じ顔に見えちゃう、それはわからんでもない、それはわからんでもない。今宵もまた夜に会いましょう。それじゃあ皆さん、さようなら、バイバーイ。えやみたいな、すごいんだよなんか精度が、びっくりした。あ、ポンタくん、全部くん、ほんと？友達がカートルと友達したって言ってた。引きもよりも撮ってるから楽しい。あ、嬉しい。服どうしようかな。楽しかった。うん、楽しかったよ。大阪には必ず行くから待っててね。お、待ってます。コンマンタルどうして下がってんじゃん。カータル押し増しできますか。できますよ。そう、こっち期だと個室見てたでしょ。なんかすごかったよね。ごめんなさい。ちょっと待って、動かなくなった。そう、クマだよ。あ、動かなくなった。ちょっと待って、中上にしたいんだよね。達郎さん、セクシーポーズ希望です。もらった。これパジャマ。何そのアバターかわいい。コンマンタル、これはパジャマ用です。見てはいけないものを見てしまった。なになに。ルンのポーズよかったよ、ほんと。ケチャップの次に可愛い。
夕方に配信してたみたいだから夜もしてくれない。ああそうそう、夕方も少ししました。30分だけですけどね。寝坊したらごめん、ほんまに間に合うかわからんね。あーそうなの。え、何、いつ、こんばんは、下科学。お、あーっつったらありがとう、やった、ポテトやってさ、こんばんは。そう、夕方やってたいんだよ。見え発音してる、マジ。お、嬉しい、マジありがとう。子供がかおちゃん恋人って言ってた。いやん、いやん声がガラガラいやん、声がガラガラ。カードルとシャメ撮りたい。嬉しい、会いに来てください。おしましできます。お、ポテトネットさんありがとう。サイゾーさん、おこだよ。カホは夕方の話、アイミンとカードルの絡みはやっぱり面白いの。ありがとうございます。先駆けじゃない、先駆けじゃないんだよ。なんで最近声がまたひどくなっちゃって2回目ありがとうせっかくあんなに行けない、つらいつらい、キャラクターがそう、なんでまたガラガラになったみたいだけど顔的にいつもと同じなんだけどね。5年前もそんな声なん、でも声はね低いって言われてた。スターね、そうスターね。ガチャ兄さん明日明後日は仕事で意見を聞く。お、嬉しい。こんばんは、しんちゃんこんばんは。ありがとう、シャメ会お疲れ様です。そうだよ、前むっちゃ短かったんだ髪の毛。メールで送った5年前の写真、短かったでしょう押し並びしてくれてたんだ、ありがとう。20ないって言ってたね、嬉しい。書き4つ、怖い怖い、嬉しい移動落ちたる落ちたるです。少年のような写真やったんでしょ。カーテンおしゃれね、おしゃれなんかな。そうだね、おしゃれだね。ホテルのカーテンだよ。いやみんな香川なんかで、香川って本当に食べ物美味しいんだよね。いやびっくりするよ。ママタルと対戦したの、なんかみんなママタルと対戦したって言ってるけど、お母さんめっちゃやってくれてるんだな、すごメンバーもね当たったらしい何人か。ホテルのカーテンだよ、そうホテルのカーテンだよ特にね香川空港で食べたジェラートが超美味しかったんですよね。食べたい、またさっぱりしてて。ちょっと今からメール見てくるわ。オッケーん、高松空港うどん汁ね。え、どこにあんの。ああそこだ。いや結構前に一回行ったことがあって忘れちゃった。あ、でもあの辺か。ジェラートっておしゃれだね。そうジェラート
ヒデポンがバラを投げてくれてる。ジェラートってアイスだよ。アイスだよ、ジェラートって。喉にはマヌカハニーがいいんじゃないねえ。なんかまたか咳出てきちゃった。ピロリンありがとう。しゅんくん久しぶり。カートリンにはもっと香川のいいところを発信してほしい。そうだね、なんかさ、香川ってうどんしかないイメージだけどさ、本当はもっとあるんだよね。だけどなんかなかなか伝わらないんだよな、うどんのイメージが強すぎてね。キャトさんありがとう。そう、なんか二の腕が細くなった気がするね。嫉妬してきた、ありがとう。宿のうどん、それな、空港降りたらありましたよ、宿のうどん宣伝してた。なんかいろいろあるよな、すだちとかもあるしさ。今日何足隠してたやんで。いや、じゃあなんかそうなんで、素朴で行かなきゃダメだから生徒うちだからあんま足はかおちゃん足も顔もちょっとした。本当嬉しい。いや、動画面白かったよね。写真はねあれだけど、だいぶ痩せた、ありがとう。アイドルとかやってみたいなって。和三盆とかね、山小屋うどんとかね。ストーチは足出しちゃいかんの。いや、そんなことないんじゃない。ちょっとカホに聞かれても分かんないな。いろいろあるんだよ。足は人並みで大丈夫だった。足は人並みで大丈夫だ。何事もこう普通、普通っていうか何事もこう、あと1年と20あと1年と20分で、え、何何、平成が終わる、そうなの、どういうこと。おつたる、いや、香川バージョンで出てくるやつばっかりやないか。お、よくご存知で。いとしの香川はわこ、香川はこんぴらざん、さぬきうどんことでんは三本、にちゃんも歩き歩きショートシーン、ぶらりぶらり秩父ヶ浜。あれはシンボルタワー、銭形つないはそこ。来年の5月で平成が終わってどうなるのよ。知らない、かも知らないんだけど、何になるの、まだ発表されてないか、さすがに。すごいね、いろいろなんか何やかんや変わりそうですね。すごいですね、新しい、すごい。はじめまして、こんばんは。いや、すごいね、すごいですね。もう決まってるんかな、まだ決まってないんだ。すごい。こんばんは。カレンダーとか、すごいね、カレンダーとかな、たる、なんか今日は先明け
ねえなんで違う、え、そんな声してる。リップ塗る可愛い、ありがとうございます。今日一人部屋じゃないよ、葵ちゃんが一緒。酒、え、嘘、酒加工してる。すっごいもう毎日あの何、岡山、兵庫、岡山ツアー、香川ってきて、全然もうツアーに一生懸命な毎日でしたよ。おうちゃんおとなしい、なんかねもうベッドにインしてます。アリちゃんの真似して、ガッキャン今日も頑張ってね。やめてよやめてよやめてよ。ベッドにしてますよ、もう。何してるの？アリちゃんのモノマネ。ガオちゃん、かわいい。元気を分けて、どうしたの、レイホ。そうそう、高は何言ってんだか。勝手にあり。ありあり、ありさご出航。小役に限って清純、清純を守りたい、せくを脱ぐまでも生まれたの日のまま天使のように。コメントゆっくりか。そう、清あさみ、あ、久しぶり。12秒。今日は目パッチリじゃないんだよ。なんかね、まぶたがすごい重くて、むくんでるかも。やほっぴ。もばめ新しとって、え、嬉しい、ありがとう。久しぶり感あった。この前も来てくれたよね、でも。カーテル面白いと聞いてやってきた。本当ありがとう。こんばんは、徳山から。徳山、徳山、ありがとう。なぜネガティブな感じカータル、え、なぜかネガティブな感じカータルの元気を分けてほしいの。ネガティブな感じでパワー注入。 NGT の全悪行ってきました。いつも苦手に来て、 SU 佐藤知事も来てくださいね。それなってよく言ってるイメージがある。言ってるかも。それな、森ちゃんはあだ名あるの。カホタルだよ。まいちゃんこんばんは。今日だけで生きてる女の手間だね。12秒踊ってるカホタルはめっちゃ可愛いよ。ありがとう。来たよん。ありがとう。やべえの中に。
琴殿から見える高松城が綺麗でしょ。おいいね、行きたい行きたい。チームメイトのコンサートでお疲れ様です。仕事が忙しくて山口が山で、あーカフェ山口出ないんだよ。ベースかこんばんは。僕たちは死んだまったな、立ち向かえ荒波の彼方。カズヤンタラありがとう。香川公園楽しいだろうなぁ、楽しいです香川。舞さんが頑張って投げてくれている。舞舞さんチームが当たる。舞さん気になるな。舞さん舞さん気になる。むっちゃタコアバターじゃん。前からかそれは。ゆっくりやん。6月の大阪まで、でも6月あと2ヶ月だよ。すぐだ。そう、山口出ないんだよね。なんか最終日っていうか、なんていうの、最終じゃん、生体臭っていうか7件の締めだから出たかったですけど。山口今回はあゆみと同じ部屋だったけど、あゆみは今はいません。おマッキーさんありがとう。みち一人なんだ。あゆみんはいないよ。明日の香川カータル見とこう。え、ありがとう。飽きてくれるんだ。レース送ります。いつも見てくれないもんね。あゆみとカータルのテンションの差がなんかどう何、どういう風に見えてるんだろう。そうだよ、山口出ないんだよ。カータルセクシーだ、ありがとう。シンジさんありがとう。部屋割りって誰が決めるの、知らない。誰が決めるんだろう。それなあ、ちゃんの生誕ティー出たかった。生誕ティーじゃない、生誕祭出たかったよ。やほやほ。おてるさんありがとう。明日の席端っこだからお水やそ、え、端っこ族の方、明日端っこなの。いいじゃん端っこ。カホ割と端っこ多いから、端っこしか見えないんで。端っこしか見えないんで。端っこ族の方大好きですよ。できれば真ん中も見たいんだけど、わりかし端っこしか見えないんで、ね、端っこ族カータル、そう、端っこ族の方明日よろしくお願いしますね。昨日端っこだったね。真ん中も見てください。見たいんですけどね。
こんばんは。お久しぶりで、なかなかこれ。ありがとう。まあ、12秒の時、そうだね。一曲集中して真ん中見て、みんなのことを釣れたらいいなって思います。3日4日端っこ端で、お、いいね。そうです、端っこ族の皆さんいらっしゃい。最終日だけ、あ、じゃあ12秒の次だけ精一杯真ん中の人たちにアピールします。真ん中にいてもレスくれない、それは自動しているからだろうし。いや、わかるよ、いてくれてるのは。12秒終わったら帰ります。ザンさんだ、ありがとう。来年のこと、今頃は桜吹の侍。こんばんにゃー、岡田ひろさん。カトロー氏頑張れって、頑張ってくれないの、ジンジさんは。今日泊まりの仕事やけすぐ戻らなあかんけ、つら。あ、そうなの、つら。じゃあ香川行け。そっか、残りあと6分。ありがとうございます。香川の会場、岡山より広い広い。でもいい感じに広いね。え、いい感じに、2倍まではいかないけどって感じかな。2倍もいくのかな。あ、2倍いくかもしれないね。あれの2倍か。横に広いね。うん、いや普通、え、なんて言ったらいいんだろう。こういう客席があったとしたら、ステージはこれぐらいだから、カホたち端っこ、カホみたいな端っこは結構端っこにね、レッスン遅れて、そうそう、楽しいなっていう、だから楽しいの。全然わからん、なんで。違う、こういうステージがあって客席もこういう感じだったら、みんなわりかし真ん中見るからみんなと目合わないんだけど、客席がこれぐらいあったとして、ステージがこれぐらいだったら、わりかしこう一生懸命こう端っこを見てくれるから、わりかし目が合うから嬉しいなっていう話。ペンライトは使います、ありがとうございます。ちょっとなんで。分かってよ、こんばんは。あ、お疲れ様、ありがとう。分かったし、多分無理だけど、香川とりあえず、え、嬉しい。伝わりました、あ、よかった。今来たから分からないや。それはそう。わかった。まあいいや。ショールーム持って、あ、それあるある。横列は岡山の倍以上ある。あ、じゃあやっぱ倍ぐらいか。奥行き、岡山奥行きは一緒ぐらいかな。全然だよ。よし、ちょっと順位読むね、とりあえず。13位石田谷ナキタルさん、12位ロベルトさん、11位がマサルさん、10位がマサさん、11位が、お金持ちくん、8位がナカタルさん、7位がガチャ兄さん、6位ウッポさん、5位アクアさん、4位タマキタルさん、3位ズンヤさん、2位イエポさん、1位ところてんさん、ありがとうございます。
怒ってないこと聞けて少し気持ちが悪く、怒ってないよ怒ってないです。ありがとうありがとう、おつたる、おやすみなさい。ヤッホーってもう終わるんですけど遅い遅いです5月1日おめでとうございます。あと何分おつ、あー、ともさんもありがとう。みそちゃん、あ、あら、お久しぶりです。これ、これもまた夢で会いましょう。やっぱ怒られ、やっぱバレたんだテンション下がってると思ったらバレちゃったんだあらもう、よし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 、またね、おやすみなさい。おつたる、萌えさんだ、ありがとう。おやすみ、バイバイ。手紙ありがとう。